2020年に時空移動して黄昏の騎士団を出迎えるウパ。2020年の幕穴に到着ウパ。時を中央広場に急ぐウパよ。幕穴の中央広場に行こう。ヘルバの石像が光ってる。思ったよりも手間取ったわね。あなたならもう少し早く解除できると予想していたけど。え、それって時間データの正確な情報が欲しかったのよ。ブリーダーレッスルの被験者になることでね。もしかしてわざと石像化されてたってこと？俺が失敗してたらどうするつもりだったんだ？一定時間後にオートでの開示を行うセキュリティフェーズはセッティング済みよ。要は回復が遅いか早いかの違い。あなたのおかげでそこそこの時間で復活できたわ。ありがとう、トキヨ。この人さえいれば何でも解決できるんじゃ。よし、グランホエールに戻ろう。マクアヌのカオスゲートに行けばいいんだな。よー少年、ちょっと頼まれてくれるか。カイトをこのエリアに連れてきてほしいんだ。別にいいけど、なんか変なことを企んでるんじゃないだろうな。あのな、なんで俺が今さら。少し改まった話がしたいんだよ。ほんじゃエリアの一番奥で待ってるからな。
とりあえずマクアヌのカオスゲートからエリアに行ってみよう。僕に話だなんて、なんだろう。あのおっさんのことだから、あんまり真面目に構えない方がいいと思うよ。さ、エリアの奥に行こう。うん。サビ
Hey!
完了。ん？あ、フリューゲル。さすがだね。ほとんど最強レベルのボスをあっさりと倒しちゃってまあ。話って何？ああ、そんな大した話じゃないんだ。聞き流してもらっていいんだが、シックザールを解散することに決めたよ。え？ジーニアスとの契約がそろそろ切れるんだよ。で、まあ更新を迫られてるんだが、ここらが潮時と思ってさ。カイト、お前さんにはこれがどういうことかわかるよな。黄昏の騎士団の必要がなくなるってことだよね。ええ、どうして？騎士団はもともとアウラが俺たちシックザールに対抗するために呼び寄せた集団だ。その原因である俺たちがいなくなる。結果、お前さんたちはおそらくそれぞれの時代に帰っていくことになる。そうだね。ま、事前に報告だけはしとこうと思ってね、呼んだわけ。そうだよな。どんなゲームでもいつか必ずプレイしなくなる時がやってくる。やめるやつとの別れがある。それは分かりきったことだけど、ネットゲームはそれがはっきりしちゃうんだよな。フリューゲル、まだしばらくはザ・ワールドにいるんでしょ？ん？ああ、もう少しはな。まだ残務処理があるからな。だったら一緒にイベントに参加しようよ。騎士団のメンバーにも声かけておくから。シックザールのみんなも揃って、せっかくこのザ・ワールドで会えたんだもの。そうだな。王女隊のパーティーになりそうだがね。ま、話はこれで終わりだ。そんじゃタウンに戻るか。騎士団には僕から伝えとくよ。それじゃ。じゃあな、少年。シックザールが解散して、黄昏の騎士団が元の時代に帰っていく。リンクしてたザ・ワールドが閉じていっちゃうんだな。グランホエールに戻ろう。